はい、こんにちは。北沢コレクションです。今回はこちらのフェラーリ F1 ビッグスケールコレクションのフェラーリ F189 をご紹介します。ということで、広島限定の試験販売となっているこちらのフェラーリ F1 ビッグスケールコレクションなんですけども、今回はこちらの第3号ですね。今回はフェラーリ F189 ということで、1989年にナイジェル・マンセルがドライブしたこちらのマシンになっています。今回も試験販売版ということで、一応ですね、こちらの前回の試験販売された製品もご用意しました。こちらは2023年に福島県と茨城県限定で試験販売されたものなんですけども、この時は第4号だったんですね。で、フェラーリ F189 ということで、モノチェは全く一緒ですね。で、前回の時はこの第4号からこの簡易的なパッケージになったんですけども、この今回のこの広島版についてはですね、第2号からこの簡易的なパッケージになっているので、こちらのパッケージ自体も前回とほぼ同様という状態になっています。そしてですね、こちらの裏面なんですけども、こちらのねラインナップが若干異なっていますけども、ほとんど一緒というところで、強いて言えばですね、サッシのこの色味ですね、ここのところは薄い黄色だったのは今回少しピンクがかってるというくらいですかね。で、ちなみに価格もですね、全く変わらずに、前回もこちら4998円で、今回の広島版もやはり4998円ですね。値段も一緒という形になっています。そして肝心のミニカーの方なんですけども、これ2つをですね、じっくりじーっと入れると見てみたんですけども、結論から言うとですね、全く一緒でした。今回もですね、前回の流用なのかちょっとわからないんですけども、いくら見てもですね、違いが全く見られなかったという感じになっています。ということでですね、今回もう一つ比較対象を用意しました。それがですね、こちらですね、イタリア版のレ・グランディ・フェラーリ F のですね、こちらの本国版の仕様ですね。ということで、イタリア版のこちらのミニカーですね、こちらとどこが違っているのかっていうところですね、今回はメインに比較してみようと思います。ではパッケージを開けてみます。はい、こちらですね、こちらがサッシになります。今回はフェラーリ F189 ということで、1989年のマシンですね。このジョン・バーナードが設計した 3.5 リッター V12 エンジンを積むセミオートマのこのマシンですよね。このマシンが出た時の衝撃が本当忘れられないですね。本当にかっこいいなと思って、このマンセルとベルガーの2台だったんですけど、そうそう、このブラジルグランプリでいきなり優勝したっていう、これもすごかったですよね。1989年3月26日って書いてありますけど、まさに開幕戦のブラジルグランプリでいきなり優勝したっていうですね、まさに衝撃的なデビューでしたよね。ということで、次号はこちらになります。第4号は F2003GA ということで、ミハイル・シューマッハが2003年にチャンピオンを獲得したこちらのマシンですね。そしてこちらのサッシなんですけども、こちらのイタリア版ですね、こちらと比較した場合はどうかっていうところを見てみようと思います。まず表紙がですね、こちらのイタリア版の方は非常にペラペラとした紙なんですけども、こちらの日本版はですね、非常にこの光沢感がある、この PP 加工がしてあってですね、非常に高級感あるサッシになってます。紙の厚みがもう全然違うっていうか、そんな感じですね。で、中身を見てみたんですけど、中身もこんな感じですね。もうほぼほぼ一緒という感じで、イタリア語版だったものをそのまま日本語訳しているような、そんな感じですね。本当に全く変わらないということで、まさにイタリア語を日本語訳したような、そんな形になってますね。ちなみにイタリア版はこの第7号ですね、こちらがフェラーリ SF1000 だったっていうと、そこは違いですかね。そんな形ですね。次はこちらのミニカーの方を開封してみたいと思います。こちらの F189 のミニカーなんですけど、このイタリア版ですね、このような形になってるんですね。もうパッケージの形が全然違いますよね。なので、この辺りからもすでに違ってるなというのが分かります。ということで、まずは開けてみますかね。こちらですね。そしてイタリア版は、こちらになりますね。こちら2台の F189 なんですけども、こうやって見比べるとですね、いくつか違いがあるんですよね。まず、最初に気になったのはですね、この中敷きというか、
この保護剤ですよね、こちらなんですけども、この最初に発売されたこのイタリア版ですね、イタリア版の方はですね、こういう前輪だけが囲まれているような、そういうものになってるんですけども、今回発売されたこの日本版ですね、これは2003年の試験販売から一緒なんですけども、この前後輪をですね全部カバーするような形に変わっています。このあたりは進化というふうに見た方がいいんですかね。もう全然カバーしてあるところの範囲が全然違いますよね、こうやって見ても。なのでですね、このあたりが違っています。そしてこちらのクリアケースなんですけども、これもですね、検品したところ非常に綺麗な状態になってます。あまり擦れとかがないような形で非常に綺麗な状態ですね。それに対してですね、こちらのイタリア版はですね、まあ、これを見ても分かるね、すんごい擦れてるんですよね。イタリアから届いた時に何じゃこりゃと思ったんですけど、すごいいろんなところが擦れていてですね、思いっきりテンションがだだ下がりになったんですけども、そういうクレームが多かったのか分からないんですけども、こちらのですね日本版のこの試験販売版の方は非常に綺麗な状態になったんですね。そういった意味でも日本版の方はクオリティが上がってるのかなというところがありますね。あと違いはこちらの裏側ですね。日本版はこのようにプラスドライバーで普通にネジ止めされてるんですけども、イタリア版はですね、こちらは3ヶ月ネジになってるんですね。まあ、そのあたりが違いと言いますね。あとここにステッカー貼られてるのも違いですかね。ということでですね、あとはこちらのケースの方を実際に開けてみたいと思います。ではケースを開けてみます。こちらですね。そしてイタリア版の方も開けてみますね、はい、こちらになります。ということでミニカーはこちらになります。フェラーリ F189 ということで、ナイジェル・マンセルが1986年にドライブしたこちらのマシンになります。そしてこちらのモデルの検品ポイントなんですけども、割とですねあっさりとした作りなので、そんなに個体差が出にくいかなとは思ってるんですけども、その中でですね、まず気になったのがこちらの前輪の角度ですね。前輪の角度についてはパッケージの状態でですね、もうこちらこれぐらいしか確認できないと思うんで、なかなか難しいとは思うんですけども、こうやって真正面から見た時にこの左右の高さが均等かどうかっていうところですね。こちらの左右の車輪の角度ですね、このネガティブキャンバーになっているのかポジティブキャンバーになっているのかっていうところは個体差が出やすいのかなと思うので、ここはチェックしたいポイントですよね。そして今回気になったのですが、こちらのリアウィングの角度ですね。リアウィングなんですけども、今回ですね見た時に少しこっち側に傾いてる個体が多いのかなっていう気がしたんですよね。そこがちょっと気になるポイントだと思います。左右の高さ方面の傾きはそんなにないような気がしますけどね。こうやって上から見た時のこの傾きっていうか、少しずれてるような、そこが気になるポイントだと思います。あとはですね、こちらのミラーの角度ですね。まあ、ミラーの角度もそんなに違わないかなとは思うんですけども、まあ、それよりもですね、このミラーが脱落してないかとか、この辺をチェックした方がいいのかなというふうに思いました。あとはこちらのシートベルトのこのズレですね。こちらもデカルで貼られているだけなので、個体差が出やすいポイントなんですけども、こうやって見るとでもそんなに個体差なさそうなんですけどね。一応ここのあたりもチェックしておきたいポイントだと思いました。あとは全体のマーキング類ですかね。シンプルなのでそんなに欠けとかも少ないような気がするんですけども、まあ、このあたりは念のため全部チェックした方がいいですよね。そんな形で検品ポイントは少ないので割と安心して買えるモデルなのかなという気がしました。そしてイタリア版とのこの比較なんですけども、これを見比べてみた時の違いですね。側面はこちらが日本版でこちらイタリア版ですけど、でこうやって見て比べてほとんど違いないなと思っていたんですけども、よく見たらですね、こちらのマルボロのマーク、こちらの色味が違ってるんですよね。まずこのポイントなんですけど、ここですね、このフロントとこのサイドのこのマルボロのマーク、まあ、実際はですねこっちのマルボロのマークにはなってないんですけども、この日本版の方はですね割と蛍光レッドを意識したような、まあ、こういう色味になってるんですけども、でもイタリア版はですねこちらの色味ですね、ここがボディカラーに近いような赤になってるんですよね。そこが違いだなというふうに思いました。日本版とイタリア版の違いっていうのは非常に微妙なところなんですけども、
実際は差がありましたね。まあ、本当にマニアの方はですね、こういう微妙な違いがあるんで、これはバリエーション違いで揃えなきゃいけないっていう話になるんですけども、まあ、そんなことを気にしなければですね、こちらの4だけで随分楽しめると思います。ということでですね、次はこちらの台座から外して、さらに最後チェックしていきたいと思います。はい、台座から外してみました。 F189 の独特のスタイリングは今見てもいいですよね。こちら正面です。前輪の角度が左右で違ってるのがちょっと気になりますかね。こちらはリアになります。こう見るとリアウィングが少し右側に傾いてる感じがしますよね。こちら左側面です。この角度で見ると比較的コンサバティブなデザインにも見えますよね。こちらは右側面です。こうやって見るとリアウィングが比較的小ぶりなことがわかりますよね。こちら正面です。やっぱりこのマシンは上から見た時のコークボトルラインがたまんないですね。こちらシャシーです。裏から見るとフロア形状がかなりユニークなデザインであることがわかりますよね。それでは各部を見ていきます。まずボディの材質なんですけども、こちらのフロントからこのリアまでですね、こちらが全部一体成型のダイキャストで作られていまして、サスペンションにかかる部分、フロントだとこちら、リアだとこちらになるんですけども、こちらの部分がプラスチックのパーツで作られています。フロントはこちらですね。特徴はこちらの黒く塗られた NACA ダクトですね。この黒塗装された仕様というのは開幕戦のブラジルグランプリと第2戦のサンマリノグランプリしかないので、このディテールを見ても開幕戦のブラジルグランプリ優勝者であることがわかります。ちなみにフロントウィングはこのような形になっています。特にカーボンの模様とかは施されていないんですけども、特に違和感のないというか自然な作りですよね。この裏側をですね、このようになっていまして、この実車のですね、この段付きになっているここですね、ここの部分のディテールをきっちり再現しています。こちら開幕戦のブラジルグランプリ優勝者ということで、エアインテークはこちらの左右に設けられたタイプですね。この低いボディのタイプになっています。第4戦のメキシコグランプリからインダクションポットが高い位置になっているこの後期型になるわけですけども、できれば昔のタミヤのプラモデルのように前期型と後期型の両方が欲しいですよね。タイヤとホイールはこのような形です。グッドイヤーイーグルの文字が入っていまして、ホイールにはこのようにスピードラインですね、こちらのデカールが付けられていると、そんな形になっています。リアも同じですね。グッドイヤーイーグルとスピードラインのレタリングですね、こちらが入っています。この車のリアタイヤはこのように左右がシャフトでつながっています。リアウィングはこのような形ですね。基本的にはこのセンターのステーで取り付けられているんですけども、この左右のですね、この補助的なこのステーですね、こちらも表現されているというのがなかなかいいですよね。まあ、その関係でですね、逆に言うとこのリアウィングのこの角度がですね、曲がっていた場合に修正がしにくいという部分もあるんですけども、そこはまあ一長一短という感じですかね。テールランプについてはこのようにクリア部品が使われています。コックピットはこのようになっています。ステアリングにはフェラーリのマークとモモのマークですね、こちらがデカールで表現されています。あとこの車はセミオートマということで、こちらですね、非常に見にくいんですけども、このステアリングの裏側に左右のパドルが表現されています。シートについてはこのような形で、この時代ならではのスケドーニの革ですね、こちらを表現したものになっています。そしてシートベルトに関しては、これはデカールでの表現ですね。ということでちょっとのっぺりした感じなんですけども、そのような表現になっています。気になるイタリア版との違いなんですけども、こちらのマルボロのマークですね、こちらが蛍光レッドになっているというのが大きな違いです。これどっちがいいのかっていうのは非常に難しいところなんですけども、まあ、これは本当に人それぞれ違うと思うんですけども、個人的にはですね、今回のこちらのマルボロの、この蛍光レッドのなんですけど、ちょっと目立ちすぎかなっていうか、ちょっと明るい感じがするんですよね。まあこちらの方が自然といえば自然なんですけど、ただこちらも本当の色ではないので、可能であればここのこの中間ですよね。この中間くらいの色味だとちょうどいいなというふうに思うんですけども、皆さんはいかがでしょうか。ちなみにマルボロのデカールに関してはこのようなですね、サードパーティー製のデカールがいくつか発売されてますので、そのあたり貼ってみるとさらに実感が増すと思います。ということで今回は
フェラーリ F1 ビッグスケールコレクションのフェラーリ F189 をご紹介しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。